クリーピー偽りの隣人45点、引っ越し先の隣人がサイコパス、黒沢清監督2016-130分の映画です。ホラーというより不気味映画監督の撮る色味のない画面と先読みできない展開で興味津々、戦々恐々でございます。大学で犯罪心理学を教える主人公の生活と過去の事件の真相に迫るパートと、不気味な隣人に翻弄される竹内優子パートが徐々に絡み合う、これは期待大と思いきや、登場人物全員どんくさすぎます。こうしたら全員無能じゃねえか、もう何してんだよともう突っ込みまくりです。もっとね、聞き取りうまくやれよとか、川口春の無駄遣いだろこれとかね、妻心配してやれよ、そこまず狙われたよ、さっさと腕を持ってきてこういう部屋どんな改造してんだよ、さっさと警察動けよと、まあ出るわ出るわ不満のオンパレードです。不気味さだけで映画ここまで引っ張ってきたのかよ、クソやろって高確率でなること間違いなしです。せっかく最後まで見たのにこのオチはないですよね。